最初はこちらだぜ。決勝レース直前に今日は走りたくないと語っていたんだ。セナの死は、謎が多すぎるんだぜ。霊夢はアイルトンセナを知っているか？もちろん知っているわ。すごい人よね。音速の貴公子と呼ばれ、数々の偉業を成し遂げたんだぜ。でも、確かレース中の事故で命を落としたのよね。そうだな。スーパースターの突然の死は、多くのファンがセナを敬愛していた日本でも、センセーショナルに報道されたぜ。そうだったのね。どんな事故だったのかしら？実は事故原因は未だ、多くの謎に包まれているんだ。今回は、F1 界のスーパースター、アイルトンセナの身に起きた悲劇を徹底解説し、彼の死に残された謎に迫っていくぜ。音速の貴公子が残した伝説。あまりセナのことを詳しく知らないから、どんなにすごい人だったか教えてほしいわ。じゃあ、セナがいかに天才だったかを物語るエピソードをいくつか紹介するぜ。まずは1991年、セナの母国ブラジルで開催されたグランプリでの出来事だ。母国のスターの凱旋にみんな盛り上がったでしょうね。数々のタイトルを手にしているセナだったが、まだ、母国で勝っていなかったんだぜ。じゃあ、何としても勝ちたかったでしょうね。でも、F1 の神様はセナに試練を与えたんだ。セナのマシンはひどいトラブルに見舞われたんだぜ。どんなトラブルかしら？レース途中で、3速と4速と5速のギアが壊れちゃったんだ。運がないわね。それじゃあリタイアしちゃったのね。リタイアはしなかったぜ。セナは6速だけでトップを守りきり、母国初優勝を成し遂げたんだぜ。すごいわ。一体どうやって？まさに奇跡を起こしたんだぜ。それに、F1 で最も難しいと言われるモナコグランプリで5連覇する偉業も達成したんだ。この記録は現在でも破られていないんだぜ。あのモナコで5年も勝ち続けたのね。運転が上手い証拠だわ。そうなんだ、亡くなった年は6連覇がかかっていたんだぜ。また、1989年の鈴鹿グランプリ予選最速ラップは神の息だぜ。そんなにすごかったのかしら？すごいなんてものじゃない。セナは予選で2位のアラン・プロストに2秒差つけたんだぜ。1位は2位に 0.5 秒差つけたら完全勝利というのが、F1 界の常識だ。すごいわね。0.5 秒どころか2秒だなんて。プロストだってすごいドライバーよね。あまりにも異次元の走りなんだぜ。ねえマリサ。そんなに強いセナは何か特別な力を持っていたのかしら？セナ足という独特の運転技術をセナは持っていたんだぜ。セナ足？コーナー進入時に小刻みにアクセルを踏んでいたんだ。簡単に言えば、コーナーリング時にあまり速度を落とさず、立ち上がり時に素早く加速できたらしいぜ。それなら、みんな真似すればよかったんじゃないの？それは難しかったみたいだぜ。以前、セナ足を科学的に検証しようとしたんだ。でも、検証できなかったみたいだぜ。どうして検証できなかったのかしら？セナ足そのものを再現できなかったんだぜ。そうなのね。やっぱりセナってすごかったのね。セナが熱望した安全性の向上。セナの凄さはドライビングテクニックだけじゃないぜ。まだすごいところがあるのかしら？セナは安全意識の高さもプロだったんだぜ。最も有名な話は1992年のベルギーグランプリだぜ。フリー走行中にエリック・コマスがクラッシュしたんだ。後ろを走っていたセナは驚く行動をとったんだぜ。何をしたのかしら？セナはマシンを止めて、コマスの救出に向かったんだ。でも、レース中よね？危ないよね？そうなんだ、セナは自分の危険も顧みず、コマスの救出に向かったんだぜ。なかなかできることじゃないわね。そうなんだ。セナの安全に対する姿勢はすごいんだ。彼の安全に対する姿勢はどこから来ていたのかしら？セナは物事を正確に分析する探求心がすごかったんだぜ。まるで哲学者みたいね。もちろんそれは彼の運転技術にも現れていたが、F1 の安全に対する強い気持ちとしても現れていた。事故が起きるたびに、セナは現場に駆けつけ、事故はなぜ起きてしまったのか？を考え続けたそうだぜ。だけど、一番の理由はセナの人としての優しさだぜ。それこそ、繊細で優しい人間性なんだ。人間としても素晴らしかったのね。セナの人間性を証明する逸話があるんだ。聞きたいわ。1992年を最後にホンダは F1 から撤退したんだが、その話を聞いたとき、セナは涙を流したんだ。そして、今まで支えてくれたホンダと日本に対して、感謝の言葉を言ってくれたんだ。優しいセナの人間性が伝わってくるわ。セナはホンダの創業者、ホンダ総一郎さんも敬愛していたんだぜ。ナンバーワンドライバーにはナンバーワンエンジンを提供する。総一郎さんはセナに初めて会った時にそう言ったんだぜ。そんなこと言われたら尊敬してしまうわ。セナが撤退の話を聞いて泣いたのはそういうこともあるのね。セナは優しいから色々思い出しちゃったんだぜ。セナのそういう話、もっと聞きたいわ。事故当日にも、セナの人間性を示す逸話が残っているぜ。セナがクラッシュして搬送された後、セナのマシンを調べていたら、オーストリア国旗があったんだ。
そんなものがどうしてあったのかしら？国旗はマシンのコックピットにあったんだ。おそらくはラッツェンバーガーを追悼しようとしたんだぜ。彼は前日の予選中に亡くなったドライバーだ。自分が優勝したら、国旗を高々と掲げて、彼に報いようとしたんだ。その後起きたことを考えると、悲しすぎるわ。悲しいけど、それだけじゃないぜ。セナは最後まで戦ったんだぜ。死ぬ直前まで、レース運営に対して安全面の提案をしていたんだぜ。どんな提案だったのかしら？セーフティーカーのスピードに関する提案だったぜ。アクシデント時に入るセーフティーカーが遅すぎると、レース再開時のタイヤ温度が低くて危ない。セナはそのように苦言を呈したんだぜ。セナって実力も人間性も兼ね備えた、素敵なドライバーだったのね。そうだぜ。まさしく貴公子だったぜ。だけど、セナ自身は怖くなかったのかしら？セナだって怖いに決まってるぜ。今日は走りたくない。どんなにカリスマ性を持っていても、セナだって人間だぜ。やはり、F1 マシンが怖かったのかしら？怖かっただろうぜ。決勝レース直前に今日は走りたくないと語っていたんだ。走らなきゃよかったのに。走らなきゃ助かってたよね。でも、彼自身が決断したことだぜ。F1 のピット中継で有名な河合ちゃんが事故後に言ってたぜ。今週末、セナがコックピットに入るのをためらっていた。葛藤してたのね。でも、続けて河合ちゃんは次のように言ってるんだ。でも、セナは自分で走ると決めてマシンに乗ったんだから、自分はその思いを尊重したい。F1 ドライバーとしてのプライドだったのかしら。他にもセナの葛藤を近くで見た人がいた。写真家の厚田守さんだぜ。有名な人なの？モータースポーツ専門の写真家さんだぜ。厚田さんはセナと最後に会話した人かもしれないんだ。厚田さんはその日もいつも通りにセナを撮ろうとしたんだ。じゃあ、生前の最後のセナを撮ったのね？いや、撮れなかったんだ。厚田さんはその時のことをこう語ったぜ。セナの写真を撮ろうとして正面からピントを合わせたんだ。そしたら、カメラ越しに視線があって、視線が外れることなく数十秒見つめ合ってた。僕が耐えきれずにカメラから視線を外した。その後、厚田さんはどうしたの？頑張って。という意味で手を振ったんだ。それに対してセナはにっこり微笑んでくれたらしいぜ。それが最後のセナの姿になっちゃったのね。セナの事故と、多すぎる謎。ところでマリサ、ここまでいろいろなセナの話を聞いたけど、結局セナの事故原因は何かしら？まず、セナの死因は脳の激しい損傷だった。即死ってことかしら？ほとんど即死状態だったらしいぜ。事故の原因は諸説あるが、折れたサスペンションが脳に突き刺さったというのが有力な説だぜ。一体何が起きたのかしら？セナの事故は多くの要因が絡んでいるんだ。謎も多くて説明するのは骨が折れるぜ。一つずつ教えてほしいわ。まず、一つ目はサーキットだぜ。当時のイモラサーキットは路面状況が良くなかったんだ。サーキットってちゃんと整備されていると思っていたわ。モータージャーナリストの河合ちゃんも言っていたが、当時のイモラは凹凸がひどく、タイヤカスもひどかったらしいぜ。そのようなサーキットでマシンを走らせた場合、マシンは激しく上下に揺さぶられるんだ。じゃあ、車体には相当の負荷がかかっていたのね。そうだぜ。二つ目はその車体に関してだ。事故の直前、ステアリングを支えるシャフトが折れてしまったんだ。そんなの、マシンがどこに行くかわからないじゃない。そう、高速コーナーかつ、壁が硬いコンクリートのコーナーでこれが起きてしまったのが、悲劇を生んだぜ。事故当時のマシンは、レース前にシャフトを加工していたようなんだ。どういうことかしら？それに関してはイタリア裁判所が公式見解を出しているぜ。セナの希望により、メカニックがステアリング位置を調節するために、シャフトを切って溶接したんだが、その溶接加工に不備があったという結論だぜ。ただの整備不良だったってことかしら？でも、その説に疑問を投げかける人間は多いんだぜ。結局のところ、事故原因については確定的な結論が出ていないんだ。まさしく謎なのね。セナの死は謎が多すぎるんだ。セナの事故は単に運転ミスという説もあるんだぜ。それは本当の話なの？当時のウィリアムズスタッフのパトリックヘッドの話によると、事故直前にセナの動きがすごく神経質だった、とシューマッハから聞いたそうなんだ。シューマッハは事故を真後ろで見ていたから、有力な証人なんだぜ。まだまだあるぜ。セナのマシン設計者、エイドリアン・ニューウェイは、タイヤのパンクの可能性を示唆しているぜ。レーススタート時に起きたクラッシュで散らばった部品を、セナのマシンが踏んだことが事故の原因だと考えているみたいなんだ。あまりにも単純な見解ね。でも、実はそんな単純なものが原因なのかもしれないわね。また、事故の前年から導入された、セーフティーカーが原因とする説もある。安全のために導入されたはずなのに、どうしてなの？さっきも言ったように、セーフティーカーが遅すぎると、レース再開時のタイヤ温度が低くなり、危険なんだ。しかも、当時導入されていたのはファミリーカーだった。事故直前のセーフティーカー先導中にも、
セナはペースを上げるよう必死にジェスチャーしていたんだぜ。レース前に指摘していた問題点が、皮肉にも事故につながったかもしれないということね。この事故の調査委員会の代表を務めた人物は、マシンの異常を察知しつつ運転し続けたセナの判断ミスを指摘しているぜ。一体どういうこと？ステアリングシャフトは、突然壊れたのではなく、徐々に破断していったとされているんだ。それに、セーフティーカーのせいでタイヤの温度が低いからといって、マシンをコントロールできないドライバーじゃないはずなんだ。確かに、セナほどのドライバーがそんなマシンの異常に気づかないなんて変な気がするわ。そう。しかし事故当日、セナは様子がおかしかったと語っている人が多いんだ。どういうことかしら？実はサンマリノグランプリの週末、元恋人が現地に乗り込み、今の恋人との関係を断って自分とよりを戻すよう説得しに来ていたという話があるんだ。あら、セナにもそんな悩みがあったのね。意外だわ。それに、金曜にはバリチェロが大クラッシュし、土曜にはラッツェンバーガーが事故死したことは、F1 の安全性向上を願ってきたセナにとって大きなストレスだったことは想像に難くないぜ。いろんな出来事が重なったことで、セナは様子が変だったのね。今日は走りたくないと言ったというのも頷けるわ。マシンに乗り込む直前に憔悴しきった表情を見せていたことから、一部では自ら命を絶ったのではないかという報道も出るほどだった。セナはレースできるような心理状態ではなかったということね。普通は気づけたはずのマシンの異常にも気づけなかったということかしら。多くの人がいろんな憶測を語っているが、結局のところ、本当のことを知っているのは、セナと神様だけなんだぜ。何もかもを変えたセナの死。セナの死後、F1 の安全対策が進んだんだぜ。安全性を叫んでいた人が死んで進むなんて、皮肉だわ。まずは車体のモノコックが強化されたんだ。それからコックピット部分も、それまでのマシンは側面が無防備だったんだぜ。側面側からドライバーの首が見えるんだ。これも危険だと判断されて、ドライバーをすっぽり覆うマシン形状に変更されたんだぜ。セナの直接死因は折れたパーツが頭に突き刺さったからよね。事故後のマシン形状なら助かってたかもしれないわね。マシンだけじゃないぜ。サーキットレイアウトも様変わりしたぜ。どう変わったのかしら？多くの高速コーナーが姿を消しちまったんだ。事故が起きたイモラはもちろん、カタルーニャ、シルバーストーン、ホッケンハイムでもだ。それほどひどい事故だったってことよね。でも、一番影響を受けたのはドライバーたちだ。事故後、ベルガーは F1 を辞めようと思ったらしいぜ。ベルガーって誰かしら？ゲルハルト・ベルガー。マクラーレンホンダ時代、セナとチームメイトだったんだ。セナをとても慕っていたんだぜ。じゃあ、悲しかったでしょうね。それを物語る逸話があるんだ。ぜひ、聞きたいわ。これは前述した熱田守さんの話だぜ。セナが死んだ直後のグランプリ、モナコの話だぜ。モナコの週末はどんよりしていて、セナを失った悲しみが漂っていたらしいぜ。そんな中、ある選手が静寂を破ったんだ。熱田さんは聞いた瞬間にその音が誰か？わかったんだ。それは誰だったのかしら？フェラーリのゲルハルト・ベルガーだったんだ。熱田さんが言うには通常では考えられないんだ。ベルガーはスロースターターだから、フリー走行一発目からあんなに全開で行くなんて、熱田さんは続けて話しているぜ。丘の向こうから聞こえる高音のエンジンサウンド、あれは、ベルガーからセナへのレクイエムだったんだろう。ベルガーが僕の横を通り抜けた時、涙が流れた。そして喪失感に苛まれた。同時に、実感したそうだぜ。もうセナの走りは取れないんだ。ベルガーも似たような気持ちだったのかしら？ベルガーもきっとそうだったんだぜ。悩んだ末にレースを続ける決断をしたんだ。その決意表明がエンジンサウンドに出ていたんだぜ。続いてはこの動画だぜ。F1 のレース中には色々な旗が振られるが、黒旗を見たことがあるか？そういえば黒旗って見た記憶がないわね。黒旗にはどんな意味があるの？黒旗は、危険走行や規則違反を繰り返した悪質で危ないマシンに対して振られるんだ。やばい行動をしてるドライバーに振られるのね。でも、F1 で危険走行を繰り返すドライバーなんているの？それが、過去にはとんでもない理由で黒旗による失格になった事例がいくつかあるんだ。そうなの？トップカテゴリーの F1 なのに。じゃあ今回は、F1 におけるありえない黒旗失格について徹底解説していくぜ。まさかのキットでそれは起こった。まず、1989年ポルトガルグランプリでの出来事だ。失格になったのは、ナイジェル・マンセルだぜ。あの有名なマンセル、一体何をしたの？この年のマンセルは、ウィリアムズからフェラーリに移籍したばかりだった。しかも、マシンは F1 に初投入されたセミオートマトランスミッションを搭載したフェラーリ639。こんな状況で、移籍初年度のマンセルは、開幕戦ブラジルグランプリをいきなり制していたんだぜ。幸先のいいスタートでイケイケ状態ね。ただ、これ以降はセミオートマの信頼性に泣かされたんだ。チームメイトのゲルハルト・ベルガーと共にリタイアが続いていたんだ。
調子が良かったのは、開幕戦だけだったのね。そうなんだ。でも、マンセルは辛抱強く戦い続けたんだ。そして10戦目となるハンガリーグランプリではシーズン2勝目を挙げ復活の兆しを見せていたんだぜ。マンセルも必死で頑張っていたのね。そんな中で迎えたのが、第13戦ポルトガルグランプリだぜ。復活しそうな状況で、何をしちゃったの？迎えた予選、マンセルはタイトルを争っているセナ、同僚のベルガーに次ぐ3番手だった。決勝序盤、ベルガーと共にセナをオーバーテイク。幸先のいいスタートね。その後、ベルガーがタイヤマネジメントに苦しんでる間にマンセルはトップに浮上するんだ。最高の状態じゃない。そして、トップを走るマンセルは、レース中盤でタイヤ交換のためにピットインするぜ。大事なピットインね。そうなんだ。ただ、ベルガーとセナは先にタイヤ交換を済ませていて、マンセルは大きなマージンを築いていたんだ。焦らずピット作業をこなせばいいのね。その通り。でも、マンセルは焦っていたんだろうな。ピットに飛び込んだマンセルは、フェラーリのピット前をなんと10メートルもオーバーランしてしまったんだぜ。10メートルも、そんなに通り過ぎたら、そのままピットレーンを通過した方が良さそうね。ただもう停車してしまっていたからな。フェラーリのピットクルーは、マンセルを停車位置になんとか押し戻そうと駆け寄っていったぜ。みんなでダッシュで行ったのね。でも、マンセルは焦ってテンパっていた。クルーを待たず、リバースギアに入れてピットロードを逆走してしまったんだ。なんで？その方が早いけど。マンセルは、そのまま所定の停車位置についてピット作業をこなし、コースに戻っていったんだぜ。ただ、この混乱のタイムロスは大きく、ベルガーとセナに先行されてしまったんだ。落ち着いてピットインすれば何もなかったのに。ピットロードでの逆走は違反だから、マンセルにはほどなくして黒旗が振られたんだぜ。逆走だから当然よね。その後はどうなったの？レース中に黒旗が提示された場合、3周以内にピットへ戻る決まりになっている。でも、マンセルは3周以内に戻らなかったんだ。どうして？この時のマンセルは、目の前のセナにもうプッシュを仕掛けていて黒旗やピットからのサインボードを見落としていたんだぜ。ミスを取り返すのに必死だったのね。必死のマンセルは、すでに失格になっているにもかかわらず走行を続けたぜ。そして、さらにやらかしを重ねたんだ。嫌な予感しかしないわね。49周目、セナにオーバーテイクを仕掛けて接触してしまいグラベルでレースを終えることになったんだぜ。いいとこなしね。セナはタイトル争いをしていたんでしょ？そうなんだ。マンセルのこの行動は、物議を醸したんだ。当然よね。マンセルはなんて言ってたの？黒旗が見えなかったと釈明したが、5万ドルの罰金と、一戦の出場停止処分が下されたんだぜ。逆走だけじゃなく、黒旗無視と接触もあるから当然の処分かもしれないわね。普通は、これに懲りたと思うだろ？もしかして、そうじゃないの？ああ。2年後の同じポルトガルグランプリでもピット作業が完了前にコースインの指示が出てしまったんだ。これだとそのままリタイアかしら？それが、そうじゃなかった。うまくタイヤ交換ができずに走り出した後、そのままピットレーン上でクルーが作業を行ってたんだ。レーン上で作業したの？これが原因となってマンセルは2年前と同様に黒旗が提示されて失格になってしまったんだ。ピットクルーに原因があったのね。そうなんだ。ただ、さすがにマンセルも2度目の黒旗ではすぐピットに戻ったぜ。今回は焦ってないものね。マンセルがポルトガルグランプリで2回も黒旗失格になっていたなんて知らなかったわ。スピード不足も極めると伝説に。次に紹介するのは、1969年カナダグランプリのアルピースだ。アルピース？正直、あまり聞いたことがないドライバーね。当然だと思うぜ。アルピースはカナダ人で、地元のカナダグランプリ限定でスポット参戦していたドライバーなんだ。地元限定ドライバーがいたなんて知らなかったわ。アルピースは1967年のカナダグランプリでデビューしたぜ。結果はどうだったの？それが散々なものだったんだ。トラブルやスピンが連発して、トップからなんと43周遅れでフィニッシュしたんだぜ。43周遅れ？ぶっちぎりの負けもここまでだと気持ちいいレベルね。翌年の1968年カナダグランプリでもエントリーしたが、この年はエンジントラブルでスタートできなかったぜ。むしろ、走れなくてよかったかもしれないわ。問題が発生したのが、3年目の挑戦となる1969年カナダグランプリだぜ。やらかしそうな気しかしないわね。3年目の結果はどうなったの？アルピースは、予選を20台中17位で通過したぜ。予選では最下位にならなかったのね。そうなんだ。でも、決勝では古いエンジンを使用していたためペースが上がらず、数周に一度、周回遅れにされる展開になったんだ。とんでもないペースで周回遅れになってるわね。ひどいのはペースの遅さだけじゃなかった。遅い以外に何したっていうの？2周遅れにされた序盤、4位争いをしていたジャンピエール・ベルトワーズに接触したんだ。遅いのにぶつけるなんて、とんでもなく迷惑なやつね。
しかも、接触したのはこれだけじゃないぜ。一度だけじゃないの？4周遅れになった33周目、トップ争いを繰り広げていたジャッキー・スチュワートと接触。この接触で、スチュワートがリタイアしてしまったんだ。トップ争いしていたドライバーをリタイアさせたの？遅いだけじゃなく、周りを巻き込むタイプのドライバーだったのね。この結果には、スチュワートが所属するマトラも起こったんだろう。マトラのケンティレルが抗議したこともあってアルピースは黒旗失格となったんだぜ。当然の結果だし、被害が出る前に失格でも良かったかもしれないわね。本当にその通りだと思うぜ。これにより、アルピースは F1 史上初めてかつ現在までで唯一となる称号を手にしたぜ。遅すぎるからという理由で失格したただ一人のドライバーだぜ。ドライバーとして一番嫌な称号ね。アルピースは、この後はどうなったの？このレースを最後に F1 で走ることはなかったぜ。まあ、走れないでしょうね。ただ、その後はカナダ国内やアメリカなど北米のレースを中心に活躍したんだ。1998年、カナダのモータースポーツに殿堂入りをしたぜ。遅すぎる不名誉から復活できたなんてすごいわね。そうだな。窮地に追い込まれてもやり遂げる。最後は、ミハエル・シューマッハだぜ。皇帝も黒旗を経験しているのね。気になるわ。まず、1994年がどんな年だったのか知っているか？詳しくは知らないから、復習させてほしいわ。いいぜ。1994年は、イモラの悲劇を含めて重大事故が多発したんだ。イモラでの出来事があったのね。その他にも、ハイテク禁止による勢力図変化など混沌としていたんだ。シューマッハはどんな感じだったの？この時、ベネトンに在籍していて、シーズン中盤までウィリアムズのデイモンヒルを大きくリードしていたんだ。まだフェラーリじゃなかったのね。そうなんだ。しかも、第8戦イギリスグランプリを終えた時点でヒルを30ポイント以上も上回っていた。圧倒的ね。そのまま行けばチャンピオンね。誰もがこのままシューマッハがチャンピオンになると思っていたぜ。大きなリードだものね。でも、こんな状況なのになんで黒旗が関係するの？1994年イギリスグランプリでは、母国グランプリのヒルが予選でポールポジションを獲得した。そして、シューマッハは2番手だったんだ。ここまでは何もなかったのね。でも、事件が起こったのはレーススタート前だった。スタート前？何があったの？なんと、フォーメーションラップ中にシューマッハがヒルを何度も追い抜いてしまったんだ。フォーメーションラップってスタート直前にタイヤを温めるだけよね？追い抜く状況じゃないんじゃないの？その通りだぜ。フォーメーションラップでの追い越しはルールでも禁止されているぜ。やっぱりそうよね。その後、レースは通常通りにスタートしたんだ。でも、シューマッハには5秒のストップ&ゴーペナルティが出されたぜ。ルール違反なんだから当然よね。でも、シューマッハの所属するベネトンは勘違いした。レース後に課される5秒のタイムペナルティだと判断したんだぜ。ストップ&ゴーペナルティってレース中じゃないと消化できないわよね。シューマッハはどうなったの？ペナルティを消化せずに走り続けた結果、運営側から黒旗を出されたんだ。もともとは自分のせいだけど、チームの勘違いも重なったのね。でも、これだけじゃないんだぜ。どうして？ただ黒旗に従えばいいだけでしょ？ここで素直に応じないのが、シューマッハなんだ。6週もの間、黒旗を無視して走り続けて、ようやくピットに入ったんだぜ。やっと従ったのね。ピットに入ったなら、これで終わりよね？いや、ピットイン後が問題だったんだ。もともと出されていたストップペナルティを消化したが、再びコースに向かっていったんだぜ。どういうこと？しかも、黒旗時点で失格になっていることに気がつかないままレースを続行して2位でチェッカーを受けたんだぜ。もう無茶苦茶ね。2位で終了したが、当然この結果は受け入れられなかった。数日後、イギリスグランプリ失格と2戦の出場停止になったんだぜ。指示に全く従っていなかったから当然だけど、失格プラス2戦の出場停止はなかなかね。チャンピオンシップのリードはどうなったの？シューマッハは、第11戦ベルギーグランプリでもフロアのスキッドブロック違反で失格になったんだ。これも影響してシューマッハは、中盤以降足踏みする羽目になった。リードもなくなっちゃうわね。そうなんだ。チャンピオン争いは、序盤の予想に反してヒルとのデッドヒートになったんだぜ。中盤からの展開がすごいものね。最後はどうなったの？チャンピオン争いは結局、最終戦オーストラリアグランプリで決まり、シューマッハが僅差で初タイトルを獲得したんだぜ。黒旗失格や出場停止があったのに優勝したのね。まあ、シューマッハがヒルと故意に接触した疑惑はあったんだがな。最終戦までいろんな出来事があったのね。シューマッハの初タイトル獲得にこんな出来事があったなんて知らなかったわ。今回は F1 での黒旗失格の事例を紹介したがどうだった？やっぱりチャンピオン争いが絡むとドライバーってとんでもないことしちゃうのね。そうだな。なりふり構っていられない。ってなるから黒旗につながるのかもな。それぐらいの極限状態で戦っているということね。
遅すぎて接触するやつは別だけど。結構いるじゃないか。でも、話を聞いて、他の黒旗事例も気になってきたわ。続いてはこの動画だぜ。霊夢は消火器を知っているか？いきなりバカにしているわね。火を消すための道具よ。その通りだぜ。普通は火を消す道具だが、F1 には消火器が引き起こした事件があるんだぜ。じゃあ今回は、F1 消火器事件簿について紹介していくぜ。トム・プライス。トム・プライスは、イギリス・ウェールズ出身のレーシングドライバーだぜ。1974年にトークンフォードに乗って、ベルギーグランプリで F1 デビューだぞ。そんなに古い時代に消火器事件があったの？そうだぜ。しかも壮絶な、消火器事件だぜ。そうなのね。心の準備がいりそうね。心してかかるんだぜ。わかったわ。幼少期から車に慣れ親しんでいたトムは、レーシングスクールを経て、1970年に英国のクルセイダーシリーズを、フォーミュラフォードのマシンで制覇したぜ。才能があったのね。その後、トムは英国モータースポーツの象徴である、ブランズハッチサーキットの近くに住み、週休15ポンドのメカニックとして働きながら、サーキットを走り込んで腕を磨いていったぜ。へぇ、意外と苦労人なのね。トムは天賦の才能に恵まれ、並外れたマシンコントロール能力を持っていたぜ。いわゆる、天才ね。そうだぜ。トムはスピードとマシンコントロール能力を武器に、F1 に登場したんだぜ。デビュー当初から、実力通りの実績を残したわね。でも、最初は大変だったんだぜ。そうなの？そうなんだぜ。F1 デビューを果たしたベルギーグランプリの次戦モナコグランプリ、トムは経験不足を理由に F1 出走を認められなかったんだ。ええ、それならばと急遽、グランプリの前座レースである、モナコ F3 に出走し圧倒的な大差で優勝したんだぜ。ええ、トムがレースを終えると、4つの F1 チームが契約書を片手に押しかけたぜ。すごすぎるわね。なんだか試験嵐の日本人と同じ匂いがするわね。佐藤拓磨がどうしたって？いえ、なんでもないわ。先を続けて。OK だぜ。隠して、トムは残りのレースを、シャドウレーシングチームから出走したんだぜ。トムはデビュー2年目の1975年シーズン、さらに優れたパフォーマンスを見せつけるぜ。聞くのが怖いわね。何やったの？モナコの予選では、フロントロー獲得。ドイツグランプリやイタリアグランプリで勇猛果敢なドライビングを見せると、オーストリアグランプリで初表彰台をゲットしたんだぜ。本当にすごいわね。さらに、母国開催のノンタイトル戦では、F1 界を震撼させるシーズン屈指の活躍を見せたんだぜ。ワクワクするわね。どうなったのかしら？ブランズハッチで行われた、レースオブチャンピオンズで3月の雪と雨という悪天候の中、トムは終始レースを支配。ジョン・ワトソン、エマーソン・フィッチパルディ、ロニー・ピーターソン、ジョディ・シェクターたちを抑えるぜ。出てくる名前がレジェンドね。トムは母国で優勝を飾るんだ。ノンタイトル戦ながら、トムは F1 史上唯一優勝を飾った。ウェールズ出身ドライバーとしてその名を刻んでいるんだぜ。トムも完全にレジェンドじゃない。その通りだぜ。7月にシルバーストンで開催されたイギリスグランプリでも、一発の速さを見せて PP を獲得しているぜ。パフォーマンスの痛快さと、トムの気取らないフレンドリーな性格も加わり、人気は急上昇したぜ。絶好調ね。イギリスでの人気は、ジェームス・ハントと二分するほどだぜ。いよいよ、本物ね。ジャッキー・スチュワートは、当時のトムを天賦の才能の持ち主と絶賛していたぜ。完全に未来のチャンピオン候補ね。その通りだぜ。1976年シーズンもトムは着実な成績を残して、成長ぶりをアピールしたんだぜ。そんな期待高まる、1977年第3戦、キャラミで行われた南アフリカグランプリで事件は発生するんだぜ。来たわね。レントゾルジがエンジントラブルに見舞われると、ピット正面のコントロールラインをややすぎたあたり、直線区間のコース脇にマシンを止め降車したぜ。よく見る光景ね。特に問題はなさそうだけど、その直後にゾルジのマシンから炎が上がり、消火器を手にしたマーシャル2名がマシンに駆け寄るぜ。早く消さなきゃ。ところが、だぜ。マーシャル2名は、コースを横断して、マシンに向かったんだぜ。F1 のストレート区間を横断したの？そうなんだぜ。しかも、キャラミのホームストレートは坂道になっており、ゾルジのマシンは頂上付近で停車したんだ。それじゃあ、後続は止まってるマシンが見えないわ。そう、そして、横断しているマーシャルも死角になるんだぜ。恐ろしい。そんなところを横断したのね。トムは、ハンス・ヨアヒム・スタックを追いかける形でホームストレートにやってくるぜ。危ないわ。前を行くスタックはコースを横切る、マーシャルに気づきとっさに避けるぜ。トムも避けて。直後を走行していたトムはなすすべもなく、マーシャルのジャンセン・バンブーレンと衝突したぜ。キャー。時速300キロ近いスピードのマシンに跳ねられたマーシャルは、衝撃で縦方向に激しく回転しながら宙を舞い、そのまま地面に叩きつけられたんだぜ。即死だぜ。え、えぐいわね。は。
と、トムはどうなったのかしら。トムのマシンはホームストレートを暴走。ガードレールに接触したまま第1コーナーに突っ込むぜ。どうしちゃったのかしら。1コーナーで減速中のジャックラフィットに接触。コースアウトしてやっとトムのマシンは停車したんだぜ。早く助け出してあげて。救護班が駆けつけたが、コックピットの中は悪夢のような惨状だった。トムは仰向けでハンドルを握り、アクセルを踏み込んだ形のまま硬直していたぜ。衝撃的すぎるわ。なんでそんな惨状になってるのよ。マーシャルが持っていた消火器がトムのヘルメットを直撃していたんだぜ。あ、忘れてたわ。消火器事件だったわね。その衝撃でヘルメットが吹き飛ばされ、顎紐がプライスの首を切りつける形になったぜ。プライスはマシンに乗ったまま即死だったんだ。悲惨だわ。事故原因は不慣れなマーシャルが不用意にコースを横切ったことと、見る意見が多く、不運なもらい事故で死亡したことになるぜ。でも、マーシャルも死んじゃったわ。その通りだぜ。マーシャルの遺体も損傷が激しく、身元が判別不能だったぜ。レースディレクターはコースマーシャルを全員呼び出し、その中にバンブーレンがいなかったことで身元が特定されたんだ。悲惨すぎるわね。未来の F1 チャンピオンと期待されたトム・プライスは道半ば若干27歳の若さで帰らぬ人になったんだぜ。平気小腹来年。平気小腹来年は、フィンランド出身のレーシングドライバー、ラリードライバーだぜ。2007年に前年度のチャンピオンチーム、ルノーから F1 デビューしたぜ。ちょっと前のドライバーね。2010年は新興チーム、ロータスから F1 参戦していたぜ。え、ロータスってあの超有名なチームじゃないの？違うんだぜ。この辺の話はややこしいからまた今度なんだぜ。わかったわ。小腹来年は戦闘力に劣るマシンながら、堅実なレース運びで頑張っていたんだぜ。いぶし銀ね。そんな中、シンガポールグランプリで消火器事件が発生するんだぜ。どうしよう、また、とてつもなくえぐい事件かしら？レース終盤、小腹来年はセバスチャン・ブエミと接触するぜ。いぶし銀が珍しいわね。小腹来年のマシンはヒュエルシステムにダメージを負って、マシンから炎が上がるぜ。ちょうどピット入り口に近づいていた、小腹来年だが、そのままピットインせずにホームストレートに向かうぜ。え？早くピットに入って火を消さなくちゃ。ピット側のコース脇にマシンを止めると、ウィリアムズのクルーから消火器を受け取り自ら消火を行ったぜ。自分で消したの？そうなんだぜ。小腹来年が自分で消火する姿は、国際映像にも収められた。消防士ファイアーマンのニックネームがついたぜ。えぐい事件じゃなくて、ほっとしたわ。それにしても、なんでピットインしなかったのかしら？小腹来年は同じ質問に、大きな炎が上がっているのに、人がたくさんいるところに行くのは危険だと思った。レース終盤だったから、マシンを迎えるために人がいっぱい集まっていただろうとコメントしたぜ。イブシギンは冷静ね。さっきから気になってたんだが、イブシギンっていうのは小腹来年のことか？そうよ。何か問題でも？いや、いいんだぜ。消防士じゃないんだな。何か言ったかしら？なんでもないぜ。小腹来年は、僕は消防士の仕事もしてるんだからもっと給料を上げてくれなきゃって話したよ。とジョークを飛ばしたぜ。イブシギンは余裕ね。スルーだぜ。小腹来年は2022年、2023年と全日本ラリー選手権を2連覇しているぜ。あら、日本で活躍してたの？しかも、ラリー選手権？小腹来年は、フィンランド人だぜ。10歳頃に行ったラリーフィンランドで、ユハカンクネンやコリン・マクレイなどの WRC スターたちにサインをもらって、大喜びしていたラリー小僧だったんだぜ。好きな日本食はトンカツだぜ。最後の情報は、意味不明ね。2024年シーズンはマシンをトヨタ GR ヤリスラリーに2グレードアップしてフル参戦の予定だったぜ。あら？予定通りに行かなかったのね。そうだぜ。開幕前の健康診断に引っかかった、小腹来年は開幕戦をパスして精密検査を受けたんだぜ。結果は？胸部上行大動脈瘤が見つかったんだぜ。大きな病気なの？体の中で一番太い動脈がコブ化する病気だぜ。破裂すると死に至る可能性のある病気なんだ。やばいじゃない。小腹来年は日常生活に支障はないが、ハードなスポーツは医師に止められている状況だと、説明しているぜ。そして、小腹来年は大きな決断をするんだぜ。え、まさか、自分で手術指定者の称号も手に入れようとしているのかしら？そんなわけないんだぜ。そんなに怒ることないでしょ。あまりにもしょうもないから、条件反射だぜ。42歳になる小腹来年は外科手術を受けて、シーズン中のカムバックを目指しているんだぜ。元気になってラリーに戻ってきてほしいわね。セバスチャン・ベッテル。突然、有名人が出てきたわね。小腹来年も有名だぜ。で、F1 界のお祭り男は消火器にどんな目に遭わされたの？霊夢はドライバーの覚え方が独特なんだぜ。いいじゃない。あの鉢巻き姿が覚えやすいのよ。F1 と関係ないんだぜ。1980
セバスチャン・ベッテルは、2017年のメキシコグランプリで消火器にやられるぜ。どうなるのかしら？フリー走行中、マシンに搭載された消火器が破裂したんだぜ。え、怪我しなかったの？大丈夫だぜ。よかったわ。でも、レーシングスーツのお尻は冷え冷えになったぜ。あはははは。その程度で済んでよかったわね。ベッテルは最初は燃えているような感じで、その後冷たくなってきたので、戻らなければならなかったと言ってるぜ。ふっふふ。ベッテルは車はまあまあだしバランスを見つけることができればいい進歩を果たせるはずだと前向きだぜ。ベッテルのモチベーションまで冷え切らなくてよかったわ。メキシコグランプリはマシンのクーリングが鍵になるサーキットだけにベッテルは冷やすべきなのは自分のお尻ではなく、マシンやブレーキで冷却に成功したチームが強さを発揮するとコメントしてるぜ。さすが、ベッテルね。面白いわ。霊夢はベッテルが大好きなんだな。ベッテルは2022年も消火器と縁が深かったんだぜ。開幕前のバルセロナテストでベッテルのマシンはトラブルでストップするぜ。燃えるのね。すごいぞ霊夢。なんでわかるんだ？いやいや、この流れでは燃えるのが自然だわ。そうなのか？もう、いいから、続きを教えなさい。ベッテルはマシンを降りると、自ら消火器でマシンの火を消したんだぜ。F1 ドライバーは消火も上手じゃないとダメなのね。その年の第3戦オーストラリアグランプリでベッテルの AMR22 は停車後また燃え出すんだぜ。よく燃えるマシンね。この時もベッテルは自ら消火器で消火したぜ。もう慣れたものね。だが、その後、ベッテルはマーシャルからスクーターを借りてコースを走ってピットまで戻ったんだぜ。もしかして、スクーターも燃えたの？霊夢、F1 ドライバーが乗ると何でもすぐに燃えるわけじゃないんだぜ。失礼したわ。ベッテルはセッション終了5分以内は、認められたスタッフを除きコースに入れないというレギュレーションに抵触したんだぜ。あらら、やっちゃったわね。結局ベッテルは、5000ユーロの罰金というおまけ付きだったんだ。消火の上手なベッテルでも、罰金はもみ消せなかったのね。韓国グランプリ。お次は、韓国グランプリだぜ。韓国グランプリで消火器が必要な状況が多発したのかしら？違うんだぜ。韓国グランプリは2010年から2013年まで開催されていた F1 世界選手権シリーズの一戦だぜ。あんまり有名じゃないわよね。まあ、ある意味有名だぜ。だが、不採算を理由に4回の開催で打ち切られたんだぜ。そうなのね。当初からサーキット建設の遅れが問題視されていたが、なんとか2010年の開催にこぎつけたんだぜ。開催できてよかったじゃない。ところが、そうでもなかったんだぜ。どういうことかしら？初開催の2010年のグランプリで、数々の問題点が露呈したんだぜ。そうは言っても、F1 を開催するサーキットでしょ。そんなにひどくはないと思うけど、それがひどかったんだぜ。サーキットがある場所は主要な国際空港である、インチョン国際空港から400キロも離れているんだぜ。と、それゆえ、F1 関係者は空港から4時間の陸上移動を強いられたぜ。きついわね。さらに、だぜ。サーキットに到着しても、周辺には外国人に対応できる、観光ホテルがほとんどなかった。最悪ね。宿泊、どうするのよ。結局、多くの関係者がラブホテルを兼ねた、韓国人向けの宿泊施設へ宿泊する羽目になったんだぜ。え、マジ？マジだぜ。フェラーリでさえ例外ではなかったんだぜ。フェラーリスタッフがラブホテルって、これらの対応は、関係者に大きな衝撃を与えたぜ。イタリアのメディアは、F1 チームがおせっせいモーテルに押し込められたと報じたんだぜ。書かれても仕方ないわね。ラブホテルを逃れた、マクラーレンやウィリアムズのスタッフは被害に遭った関係者を散々冷やかしたんだぜ。本当に最悪ね。まだまだあるぜ。サーキット施設自体も不備だらけだったんだぜ。ええ。グランプリ前日からの雨で、決勝日にはコースがプールみたいだった。そんなの見たことないわ。後期が遅れた影響で路面の油分が抜けきっておらず、非常に滑りやすかったんだぜ。走りたくないわね。結局、決勝では雨が止んでいるにもかかわらず、40周以上にわたり、路面はウェットコンディションが続いた。結果、9台がクラッシュしたぜ。最悪だわ。マーシャルの経験不足も露呈したぜ。まだあるのね。SC 走行中に、グリーンフラッグが振られたりと安全管理に問題があったんだ。何か不穏な雰囲気ね。その通りだぜ。2013年の韓国グランプリでそれは起こるぜ。1回目の SC のリスタート後、ターン3でエイドリアン・スーケルがスピンするぜ。ドキドキするわね。スーケルはマーク・ウェバーのマシンに衝突。ウェバーがマシンをコース脇に止めるとマシンから炎が上がるぜ。来たわ。早く消火器を渡してあげて。レースディレクターのチャーリー・ホワイティングは、SC になったら消防車両をトラックへ入れるよう指示したぜ。急いで。ところが、出動した消防車両はターン3待機の車両ではなくターン1待機の消防車両だったんだぜ。どっちでもいいわよ。よくないぜ。
消防車両は SC が入る前、リーダーのベッテルの前にあたかも SC のような形でコースインしたんだぜ。何これ、 SUV が F1 マシンを先導してるわ。シュールないね。ベッテルは SC のサインに従い減速していたが、コースインしたのは SC ではなく消防車両だったんだぜ。ぶつからなくてよかったわね。その通りなんだぜ。今回は、たまたま見通しが利く区間だったからよかったものの、タイミングが悪ければ二次的な事故につながっていたぞ。レッドブルのクリスチャン・ホーナーは、消防車両が配備されて安心したと、コメントしてるぜ。そうなの？燃え盛るウェバーのマシンを早く消火してほしかったんだぜ。なるほどね。ところが、ウェバーのマシンに吹きかけられた消火器は、F1 で用いられている二酸化炭素消火器ではなく、通常の粉末消火器だったんだぜ。とりあえず、火が消えれば問題ないでしょ？問題おりなんだぜ。粉末消火器の成分は、エンジンやギアボックスのマグネシウム合金を傷めてしまうんだ。それじゃ、火は消えても。そう、マシンはお釈迦なんだ。チームにとっては大事件ね。そうなんだぜ。韓国グランプリは2013年までの4年間で多額の運営赤字を計上。2016年まで開催契約があったものの、2013年を最後に F1 カレンダーから消滅したんだぜ。粉末消火器では運営赤字は消せなかったのね。滝井上。滝井上は、1994年の日本グランプリでシムテックから F1 デビューしたぜ。誰？誰なの？なんだ、霊夢、滝井上を知らないのか？知らないわよ。え？霊夢って潜りの F1 ファンじゃないのか？違うわよ。そうか、泣く子も黙る滝井上を知らないからびっくりしたぜ。でも、これでもう霊夢は滝井上を忘れられないぜ。そうなの？なんだか、話を聞くのをためらうわね。もう遅いんだぜ。わかったわよ。ちゃんと聞くわよ。滝井上は FIA からスーパーライセンス発給を受けて、日本グランプリにスポット参戦。だが、全日本 F3000 選手権で表彰台獲得経験のある、中谷昭彦や野田秀樹などにライセンスが発給されなかったため、井上にはすぐに出されたことから井上はライセンスを金で買ったと噂されたぜ。そうなの？本人はもちろん否定しているぜ。それに、井上は94年国際 F3000 にフル参戦して、ちゃんとライセンスの発給基準をクリアしていたんだぜ。安心したわ。シムテックのマシンは時代遅れで、お世辞にも早いとは言えないマシンだったぜ。それでも、26位で予選を通過したぞ。やるじゃない。決勝レースは残念ながら、ウェットコンディションのホームストレートでスピンしてリタイアしたぜ。なかなか、お騒がせね。霊夢。なかなか目の付けどころがいいんだぜ。井上は国際 F3000 時代に所属していた、スーパーノバレーシングと95年から F1 参戦を目指したぜ。ところが、その計画が頓挫するとシムテック、ラルース、アローズ、ロータスなどいくつかのチームと交渉するんだ。諦めないわね。結局、フットワークアローズで1995年の F1 フル参戦になるぜ。シートを獲得できてよかったわね。井上は4人目の F1 フルタイムドライバーになったが、これまでの3人とは異なり、日本の自動車メーカーのサポートを受けない珍しいドライバーだったんだぜ。なんか、異端児って感じがするわね。伝統のモナコグランプリ、井上はプラクティスでスピンしてしまうぜ。エンジンストールした井上のマシンは、牽引されながらピットを目指した。初のモナコだものね。すると、モナコの SC が牽引中の井上のマシンに衝突したんだぜ。え？霊夢、変な声が出てるぜ。だって、牽引中のマシンに SC が突っ込むってどういうことよ。どうもこうも、その通りだぜ。井上のマシン FA16 は横転し、ギアボックスとエンジンがダメージを負うぜ。とんだもらい事故ね。まあ、マシンの損傷だけで済んでよかったわね。井上はマシンに乗っていたんだぜ。へぇ、霊夢、もっとおかしな声が出てるぜ。どういうことよ、なんで牽引中のマシンにドライバーが乗ってるのよ。そういう時代だったんだぜ。それで、井上は大丈夫だったの？幸い、井上はヘルメットを装着してコクピットにいたぜ。シートベルトは外していたが、特に怪我はなかった。悪運が強いわね。怪我はなかったが、精密検査を受け、午後のセッションは出走できなかったんだぜ。あれ、消火器が出てこなかったけど、これは、消火器事件簿よね？そうだぜ。消火器事件は、これから起こるぜ。そうだったのね。ハンガリーグランプリで井上は、エンジントラブルでコース脇にマシンを止めるぜ。燃えるわね。そうだぜ。マシンは、エンジンから出火するぜ。マシンを降りた井上は、シャシーにダメージが及ぶことを恐れ、消火器を持って急いでマシンに駆け寄るぜ。F1 マシンは高価だわ。早く消さないと。その途端、到着したオフィシャルのレスキューカーにはねられてしまうんだぜ。普通に交通事故だわ。そうだぜ。井上は、ボンネットの上に跳ね上げられると、地面に倒れ込むんだぜ。ガチだわ。しかも、その様子は、国際映像で全世界に放映されたんだぜ。すごいわね。あ、いや、
だ。大丈夫だったの？膝を強く打ち、倒れ込んだ井上は、マーシャルに抱えられてコース脇に移動させられたぜ。でも、大事には至らなかったんだぜ。よかったわ。井上は、メディカルセンターでテレビ局のリポーターに一言、ついてないねとコメントしてるんだぜ。もう、寝たね。ドライバーがマーシャルの車に跳ねられるという、前代未聞の映像が世界に放映された。さらに、本人のこのコメントで井上は F1 ファンの心をわしづかみにしたんだぜ。そうなのね。井上本人は引退後も消化器ネタをジョークにしているぜ。2013年には今もあの惨事を思い出しては深夜に涙する、とコメントし、忌まわしい過去と決別するために、消化器持参でハンガロリンクを訪れると言ってるぜ。もう、鉄板ネタって感じね。滝は、20年間で最悪の F1 ドライバーを選ぶオートスポーツ紙の非公式チャットに登場すると、自分こそがその称号にふさわしいと訴えたんだぜ。押し出しがめちゃくちゃ強いわね。結局、井上が最悪のドライバーに選出されると、よっしゃーと喜んだんだぜ。本当に、F1 ドライバーだったのかしら。面白いけど、ベッテルとは何かが違うわね。そうだな。だけど、未だに滝を大好きなファンは多いんだぜ。話は少し逸れたが、最新鋭の F1 マシンだが、一旦トラブルに見舞われると火災が起こることもあるんだぜ。マーシャルの働きや消火器の重要性がよくわかったわ。でも、注意していないと消火器で大変な目に遭ってしまうこともあるんだぜ。お尻が冷たいくらいなら我慢できるけど、悲惨な事故にだけはならないようにしてほしいわ。消火器のせいじゃない人も、いたけどね。F1 では、マーシャルたちも安全に仕事ができるシステム構築が進んでいるんだぜ。他にも印象に残る、F1 消火器事件簿があれば、コメント欄で私たちに教えてほしいんだぜ。よろしくお願いするわ。それでは、本日も最後までご視聴、ありがとうございました。